はい、そしてそれから2、5分行ってみましょう。これで見て、今ここやから2、5分は、ああ、これは反対向いてんのか。手前が4分になって、で奥の方が方向になってんの。はい、行ってみましょう。ここで4分で、あれ何もないか。ほら石碑見られないけど、こいつはあれ一箇所だけか。全然そうもないね。やっぱ何もなさそうやね。ないね。こんなこっちで法文の方に行ってみましょうか。90メートルらしいからね、そこそこ大きいんですけど、これはかなり古いんじゃないかな、この古墳ね。だんだん広くなってきますね、墳丘がね。ちょっとこれ狭いからね。5あったんだろうかね、これ。これね、ここが狭いでしょ、これがね、馬の背が。ちょっと古いかもしれんね。だんだん広がりますけどね。もう高さはかなりありますよ、これ。20メートルあるんじゃないかね。こっちが方法。ここまでですわ。ほんで、三号墳はどこから行くんで、行かれへんのかね。二号墳、三号墳は、ここから降りる。こっちはどうや。どっちもどっちやな、これ。竹が生き生きしてますもん、これ、竹が。一緒かい。竹はね、生き生きしてませんか。これね、石があるぞ、これ。これは攻めやな。これちょっと降りてみようか。あら、みんな滑ってるわ、これ。滑ってるということで、これ気を持っておいろか。パツイでございます。はい。おお、ほんまや、これ、枝すればや。これが一番三五分で、ここやね。どうなってんの、これ。この辺も、なんか雰囲気みたいなのがいっぱいあるんだけど。はい。こっちがそうやな。あの後ろにあるじのね、50メーターの。それがね、おそらく手前が豊富で奥が栄粉があったんやね。なくなってんだよ。なくなってますよ、これ。みんな座って、ここ物滑ってるね。みんな滑ってるぞ、こう。滑ってますわ、これ。あらあら。こっち来てもあかんねんで。三号墳は反対や、向こうや。これをなんとか、これをハイライトしたのかな。違うな、倒れてるだけやな、それ。倒れてるだけでございます。これは三号墳ですよ、ここ、ほら、これ。ずいぶん古そうやけどね、これ。はい、三号墳の看板を見てみましょう。よいしょ。あら、三号墳。看板よう見えますわ。玉置山三号墳。はい。
まあまあこっちが方本で向こうがね英本のはずなんですよね。もうお家はもう迫ってるんでね、破壊されましたか向こうの方は、英本の方は、はい、まあしゃあないわな。この高さやからこれ赤土をずっと巻いてるでしょ。これどっから持ってきたんだろう、この赤土ね。はい、3、5分でございました。3、5分はもうなくなってます。こっちが降りますかね。降りるよね。こうもう赤土をあの上に巻いてあるんでね、ものすごく滑りますわ。ここに看板があった。ああ、よく見えますわ。よく見えます。ありがとうございます。はい。これが、玉置3、5分ですね、これ。はい、わかりました。なんかでまた後で見てみましょう。なんかありましたか。はい、玉置最高分でした。ありがとうございました。2、5分、3、5分で見たいね、これ。あ、もうね、玉置山は2、5分、3、5分、1、5分って書いてあるけど、もう見えませんわ。ずいぶん何十年も経ってみましょうかね。あれ、三輪さん？三輪さんでしょうな、あれな。あれ、登ったことないんだけど。ああ、ここじゃね、これ。ここから見ると。いやー、わからない、これじゃ。三輪さん。今、どこにおりまんのか、これ。現在地。三輪さん、右や。右やから。はい。それ、三輪さんですがね。ありがとうございました。玉置山1号分、2号分、3号分の南見ました。はい、今日はこれで帰って二度くるせないかんから帰らない。ありがとうございました。